今日はね、昨日ね、ユニクロエルメスの元ディレクター、ルメールのね、ユニクロ U のね、あの長袖 T シャツ、1490円、1490円で、ね、もう10月から価格は変えてるらしいんで、その前にね、月から木曜日までね、価格一緒なんでね、特別価格、ね、あ、金曜日から、前週金曜日からその週の木曜日までね、価格が特別価格になる商品があるので、その商品ですね。買って開封の儀、インスタで動画にも載せました。YouTube ショットでまだ公開してないから、これね、動画公開することにいつになるかわかんないんですけど、これね、インスタで動画に出せなくなったら YouTube 限定になりますね。だから今度から横長にするかもしれない、なんかね、動画をね。で、新型コロナワクチン4回目接種申し込みました。ファイザーオミクロン株対応ワクチン選びました。予約はすぐ取れました。基礎疾患で一度申し込まなきゃいけなかったんで、一度接種券をもう用意、受け取ったよしから接種券の申し込みをね、しなきゃいけなかったんですね。あとは、そんな感じかな。で、iPad ナンバーで表計算ソフトで、30日時点で、月半ば中まであと1日なんですが、前もって計算で5280円、今月貯まった計算ね。まあ、実際はね、もう少し貯まってないんですが、ね、なんかね、5280円貯まった計算で、10日間でね、貯まった金額は増えた計算ですね、予定よりか貯まった金額がね。で、でも、この日がね、月の中日、ね、正確に言えば中日になりますね。まあ、そんな感じか。で、朝は全粒粉チョコパン作り。でね、5時間ちょっと寝ましたね。アップルウォッチで睡眠ステージ。昨日テーブルシンバックスの通知も来てました、アップルウォッチで。アップルウォッチで荷物を置いて手ぶらウォーキング、落ち返しに出た時刻、昨日は50分。セブンイレブンでペーペーお買い得位置で蜂蜜作るぞね。これから始めます、どうぞ。ユニクロ U のね、長袖1490円、今日までの限定価格で買いました。金曜日から世界安い商品買いますが、まあここ、ね、安くなっなくなっちゃうことも多いんでね。
そしてこの秋最大の果物はこちら、うん、お土産に収まりやすく販売することができる